洋楽系の曲もですね、簡単にできちゃうということでございます。ちなみに私はちょっとですね、変な弾き方をしてますけども、基本的に指一本で押さえれば弾けちゃうよっていうことでございます。さあ次、チャレンジ。このメンバーさっきもですね、一回練習してましたけどもね、ね今日が多分人前でやるのは最初で最後になるかもしれません。貴重な場面に皆さん居合わせてますよ。めったに見られない。ただいまから、いちごひとさき島田が、私たちそういえばですね、まとめてですね、いちごひとさき島田っていうですね、あの名前を名乗っております。ね、いちごひとさき。いちご一会でひとさき咲かせようっていう。いちご一の後にですね、先って書いてですね、いちごひとさきって言ってるんですね。はい。ということでですね、あの確かレイさん最近結成しました。ということでですね、これかどうかよろしくお願いします。ではチャレンジする曲は1982年以来毎年ほとんどクリスマスの定番ソングとなりました。山下達郎クリスマスイブ。いきます。ワンツーせーの。ありがとうございました。